はい、我が家です。前回ワイプが来るまでもこのサーバーでやらないとか言ってたんですけども、あの梱包が配られてから翌日、1日経過しました。で、洞窟拠点なんですけども抜かれてなくて、で、海沿いの拠点は抜かれてましたね。ボートの拠点も抜かれてて、 OK ショップもなんか扉だけ壊されてるとかいう感じで、とりあえずみんなこう梱包使いたい放題みたいな感じだったのかな。で、この洞窟拠点が生きてて、まあ、まだ梱包爆薬がめちゃくちゃ余ってるんですよね。で、この配られた梱包爆薬使いたくないなって、まあ、思ってたんですけれども、使えっていうねコメントが結構溢れてそうなので使おうかなと思います。言っても24時間以内にワイプが来ちゃうんで、そうだな、今から使おうとしてる拠点があるんですけど、その拠点の人も多分ログインしないと思うんで、まあ、せっかくだから使おうかなということで、その拠点を爆破しに行くのと、であとね、まあ、最終的にどれぐらい資材溜まったかっていうか、まあ、全然溜まってないんですけど、まあ、この拠点がどんな感じなのかみたいなのも、まあ、最後に紹介しようかなと思います。今梱包爆薬ここに220枚あるのかな。でさらにこっちの棺の中にもまあいっぱいいっぱい入ってるんで、まあこれもう使い切れないと思うんですけど、とりあえず220枚持っていこうかなと思います。まあほとんどの拠点が、梱包爆薬によって爆破されてるんですけれども、今回行く拠点、あの拠点は風化してるように見えるんですけど、実際多分抜き切られてない拠点なんですよね。あーでもこう見た感じ一回抜かれて風化しちゃったのかな。あの爆破する拠点がねほとんど余ってないんですよね。あーでも待てよ、はしごかけられてるな。中扉はあるんですよね。とりあえず入ってみて、このタレットはね起動してない。抜かれたのかな、ここ抜かれちゃって修復されたのかな。これ上にはいけるんだよね。これは元からいけるのかな。物見やぐらみたいになってる。この上にはいけるんですけど、下には多分いけないって感じなんだよね。でもここが入り口かな、入り口だと思うんですけど、扉が張ってあって、まあ風化もしてないんですよね。この下降りて倉庫場の扉ついてたりするんですけど、多分この奥は見られてないと思うんですよね。でこれ元は二掛け二の拠点なのかな。二掛け二でこっちに1マス足した感じだと思うんで、扉からじゃなくてもう壁から行こうかなと思います。張ります。めっちゃ張るよな。9枚張ったわ。かまどが壊れて、でも今のところ順調に爆発してるね。2枚ぐらい爆発しませんでしたね。2枚入りました。梱包爆薬遅いな。あれ壊れてない、あと1枚か。でまあ多分、あっタレット壊れちゃった。で多分ここになんかあるんだよね、タンスかな。え？おかしいよな、でも。どういうこと？2階からここに来る感じかな？あ、タレット中にあるね。とりあえず倉庫場の扉壊そうと。倉庫場の扉って梱包何枚なんだろう？まあいいや、貼りましょう。めっちゃ遠距離。
とりあえず10枚貼ります。不発が多いな。敵来た時やばいな。タレットネート、あでも結構削れてる。やべ、多分あと2枚ぐらいで壊れんじゃん。まだ壊れない。あと1枚か。長いな。音符長いよ、ほんと。よし、これだ。お、チェストだ。食べたね。爆発で壊せんじゃねえの。待って、梱包貼ったんだけどさ、今弾なかったよな多分。ないよねこれ。あ、ないね。ごめんな、1枚投げちゃったよ。ほうほうほう。あ、コードロックかかってる。あ、見れる。おお、入ってますね。タレットあんじゃん。多分この奥がタンスかな。あります。これ食らうかな。とりあえず2枚貼って試しましょう。多分食らわないと思うけど。貼りまくります。もう貼って貼って貼りまくります。多分これで壊れる。これくらいで壊れる。適当だけど。え、タレット壊れた。俺ギリギリ食らってないって感じか。案外装甲版も梱包でやったら10枚ぐらいで壊れるのか。そうか、石の壁と同じぐらいなのか。これが怖いんだよね。これなんか取ろうと思うと、よしよしよし。あ、やべえ、これ俺食らうんじゃね。まずい。左に、あ、よかった。あれは食らわないだろ。左に逃げようと思ったんだけど、爆発が怖くて動けなかった。長すぎるんだよ。怖い。あ、食らわねえ。あと何枚だ。あー、もう長いって。早くしてくれ。さらに時間伸びたんじゃないこれ。なんか長くなる確率が大きい。しかも不発かよ。怖い。不発。あと2枚多分。さあ、あと1枚。タンスかな。壊す。爆風入るかな。ショットガントラップも梱包で破壊していくという。また不発かよ。ショットガンも壊れたかな。よし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 。まだ多分箱全部見てないんで、見ましょうか。お、炸裂弾入ってる。梱包がついてるんだけど。よし。どん。
ああ、なるほどね。木材、金属片。こっちから入るようになってて、で、上からも入るようになってんだよね。これ、こっち間違えてんのかな？この奥行きますか。工具棚を置いて、ここに金属片とか入れちゃいますか。そして、まあ、扉一応2枚貼ったんですけれども、この上はなんかね、裏壁で、どうなんだろうな。上からこう降りてくるのかなと思って。ここも裏壁なんですよね。まあ両方裏壁なんでどっち行こうかなって思ったんですけども、まあ、ここ走行板なんで走行板から行きましょうか。じゃ走行板に貼っていきたいと思います。貼ります。多分これで壊れますね。さあ、爆発しました。おっと、石の壁だな。リサーチテーブル。あー、じゃあこっちから入ってくるのか。ドン。工具だな。じゃあ行った方がいいのこっちなのかな。多分こっち入り口で入ってくる感じだね。じゃあ上見てみましょうか。これ貼るの怖いね。4枚貼ります。貼ります。ちょ、2枚ずついこう。あと2枚。寝袋置きましょう。壊れた。ラグ。お、シャッター出てきた。寝袋あるね。何もない。シャッターは9枚なんで9枚貼ります。3枚くらい今不発だな。4枚ぐらい不発か。シャッター壊れて、なんだ、なんか空洞だったぞ。うわ、タレットある。え、弾ねえのか。開けましょうか。メタルフェイスマスクとかあんじゃん。え、なんかこのスキンさ、見たことあるんだけど。あれ？なんかこの拠点ってワークベンチないし、スキン的にも、あれ？なんか前回抜いた洞窟拠点のやつなんじゃねえの？でも前回走行板の扉貼ってなかったから違うか。とりあえずこのシャッター壊そうかなと思います。9枚また貼ります。梱包9枚貼りますってなかなか言わないからな。めったにこんな機会ないぞ。爆発終わったっぽいっすね。とりあえず着替えて、あと1枚。不発1枚だけだったんだ。なるほど。マジで。あ、こんな感じになってんのか。2×2 を広くしたわけじゃないのか。なんかよくわかんないよな。ここは 2×2 の部分なんだけど、こっちから見たら
伸びてってんだよね。あーでここなのか。ここを見てないと思うんだよな、まあ、何もないと思うんですけど、こっちのシャッターも壊していこうかなと思います。あります。また9枚貼るという作業。いいね、連続で壊れてる。1枚だけか。壊れたな。なんだなんだ、何もないのか。ただの廊下だ。ワークベンチも全くないから、うん、地下のやつらかな。拠点抜き切ったはいいものの、まあ、梱包爆薬残っちゃってるんで、せっかくだからね、まあ、使いましょうか。食らっちゃった。土台が壊れた。あれ？上げてたりする？これ土台めっちゃ高いやん。あーでも土台 100% だね。やべ階段に貼っちゃったよ。壊れた。やべ、こっち全部不発か。やべ、不発多すぎだろ。不発多くて困る。よし、壊れた。あ、落ちてきた、落ちてきた。あ、落ちてくんぞ。あと2枚。これで、真ん中壊れる。おお、壊れたぞ。バゴーンってここ崩れないかな。こっ
ちも壊すか。おお、崩れてきた崩れてきた。金属全然減ってかね。梱包ではちょっと無理があるね。核の部分いっちゃうか。この核の部分がいったら結構崩れるんじゃないか。まだ崩れないかな。あーでも奥に土台あるのか。不発多すぎまして。うおうおー、降ってきた。あ、まだ耐えてるな結構。うおー、来た。結構金属強化のところが硬くて落ちてこないね。やべやべやべ、なんだ地面に落ちてるんじゃん。なんで？ああ落ちたんだ不発で。そうなんのね。全然減ってかないな金属。もう脱出口もね確保しなきゃいけないんで。ということでラスト1枚の梱包になりました。まあ多分あの土台はね壊しきれないかな。これで220枚投げ切りましたね。いやこれ崩れるの見たかったけど、ちょっとね時間かかりすぎますね金属の土台だと。303残ってるからな、結構当ててんのに。20枚ぐらいいるんじゃない。多分梱包20何枚いるんで、さすがにちょっとこ壊せないかな。崩れるの見たかったけどね。一応さっきの梱包220枚投げ切ったんですけども、まだそびえ立ってるし中途半端なんじゃないかということで、さらに追加で持ってきました。この拠点に恨みがあるわけではないんですけども、さら地にしたいと思います。こっちも張っていこう。おお崩れてってる。さら地にするぞ。外壁以外はねさら地にしたいっす。食らってんぞ。ああ火炎砲台か。人がびっくりした。火炎砲台うるせえな。多分不発のやつそこら辺に落っこってるんじゃないかな。うん不発のやついっぱいあるね。うわ
やばいやばいやばい、めっちゃ降ってきた、めっちゃ降ってきたぞ。え、このあれは見たか、新しいバックパック降ってきてねえか、この不発の量。なんか今バウンドしたぞバウンドやべ、地面に投げちゃってんだけど。やべ、死ぬ。こっちはあと1枚、続けてぶっ壊したいな。あ、マジか。わあ、壊れてる。こんだけ爆発音させてたら来るか。今戻ってきてみたんですけど、これ見たことないバックパックありましたね。だから上かなんかにまだ見てない箇所があって。お、あと2だ、あと2なんでこれ崩れるぞ。うわぁ、おぼてぇ。やべやべ、修理台に貼っちゃったよ。おぉ、そしてここはこいつで支えられてんのか。とりあえず8枚だけこの土台に貼りたいと思います。でも8枚貼ったら取りに行こう。8枚で3分の1ぐらいしか減ってないね。ちょっと待って、ちょっと待って、さっき俺を倒したやつ続きやってんだけど。おいおいおい、ふざけんな。あれ崩れるの俺最後に見届けたいんだ。おい、ふざけんな、拠点なくなってる。さら地にしやがったあいつが。まあまだね、拠点にね、梱包爆薬何枚ぐらい残ってるの、400枚ぐらい残ってるんですけど、とりあえず使い切ったってことにしよう。で最後ね、俺やってないんで、あいつがやったんで、あいつのせいですね、全部。ということで、残り十何時間後ぐらいにワイプが来るので、最後にまあ拠点紹介というか、こんな感じになりましたっていうので終わろうと思います。ここの洞窟に住み始めたのが多分10日前ぐらいなので、まあそれほど日は経ってないですね。で、基本的にここはなんかね、倉庫代わりとして使ってて、海岸沿いの拠点、ワークベンチレベル2があった拠点で主に行動してて、まあ資材とか集めて、で、こっちに持ってくるみたいな感じだったかな。で、こちら側は、倉庫場の壁が、合計5枚ぐらいバーって貼ってある感じですね。で、基本的に裏から出入りする形になるんですけども、裏はね、シャッターがね、15枚貼ってあると思います。それとこの装甲板の扉かな。で、装甲板の壁から抜こうと思ったら、多分4枚ぐらいは、破壊しないとこっちまで来れない計算ですかね。本当はこっちの方までね、装甲板の壁張りたかったんですけども、まあ、やっぱ資材が足りなかったんで、まあ、そこまでがっつり強化はできませんでした。そしてまあ、こっから箱見ていくんですけど、これ木炭。これは、低質燃料とか布ケースね。で、まあ、この辺は資材系で、これは何も入ってないね。で、これはもう適当に入れてますね。で、こっちもまあ適当に入れてるって感じかな。それと工具棚を移動させようと思ってたんですよね。なので、ここだけ気強化なんですけれども、結局移動させずに、このままって感じかな。まあなんで、まあ工具棚ね、奥にやった方がまあ強かったり、上にやった方が強いんですけれども、もうこの巨大空間のところに置いてあります。まあ抜かれることはないかなと思って。でまあ、ここが防護スーツ。でこれは、先ほど、さら地にしたところから持ってきたやつかな。で、まあ、ここシャッター開けて、こちら側がワークベンチレベル3で、この下は注射器。で、開けて、本当はね、ここ、まあ、自動販売機とか置こうと思ったんですけれども、まあ、自動販売機、常勤いるんで、結局、クラフトしなかったですね。
ここが服系かな。まあ、ここだけね、鍵かけてるんですけども、なんで鍵かけてるかっていうと、これ、見えちゃってるんで。で、まあ、右が、注射器とかリボルバーとかか。で、ここが、まあ、部品系ですね。まあ、この奥行ったら、ベッド。で、棺の中は、梱包っすね。で、こちら側、自販機っすね。まあ、注射器とか、装備系。で、こっちも、貼って、これは武器系かな？武器系と、まあ、ここにね、資材めっちゃバーって入れてたんですけれども、結局、前回かな？洞窟拠点抜いた時に、まあ、炸裂弾、作りまくったんで、結局、もう資材はほぼないっすね。まあ、これで全部かな？と思います。あ、ここか。ここは一応、上はかまどっすね。でまあ、前回も言ったんですけれども、結局ね、レベル3のアイテムは覚えきれなかったんですよね。で何を覚えきれてないかというと、石の外壁用ゲート、ロケットランチャーの弾、ロケットランチャーの高速の弾、で、C4、レーザーサイト、ぐらいかな。なので、5つだけ覚えれなかったという感じですかね。今回、1ヶ月サバイバルしてたんですけども、まあ、4日遅れでスタートしたんで、まあ、少しだけちょっとやる期間が短かったかなと思います。で、まあ、抜かれたりもしたんで、その分、スクラップ集めれなかったりとかもあったから、まあ、普通にね、抜かれずに進んでたら、多分全部コンプリートしてたんじゃないかな。まあ、ということで、1ヶ月楽しめました。まあ、最後、さらちにもしたし。で、こういうおさらい前回もやったと思うんで、あれなんですけども。では、ワイプが来るまで待ちたいと思います。お疲れ様でした。